ベルナール・ロベル・サー・アルフレッド・チャールズ・バーナード・ラベルは、イギリスの電波天文学者である。ジョドレル・バンク天文台を設立し1981年まで所長を務めた。グロスター・シャーのオールドランドモンに生まれた。ブリーストル大学で物理学を学び、1936年に博士号を得た。マンチェスター大学で宇宙船の研究を行ったが、 第二次世界大戦の勃発により、イギリス空軍のトレで航空機搭載レーダーの開発を行いその功績で受訓した。戦後、マンチェスター大学に戻り宇宙船の研究から電波天文学に興味を移し、軍用に使われたレーダーをジョドレルバンクの大学の植物学部の跡地に設置した。1945年に昼間の流星雨からの反射電波観測に成功した。 当時世界最大の電波望遠鏡を製作し、完成前の1957年に人工衛星スプートニク1号の追跡に使用された。1955年王立協会フェロー選出。1960年に王立協会からロイヤルメダルを受賞し、1961年電波天文学の発展に対する功績により、ナイトの称号を得た。 一般向けの著書も多く、1969年にエディンバラ天文協会からロリマーメダルを受賞した。また、1981年には王立天文学会ゴールドメダルを受賞した。2012年8月6日、死去。98歳をつ。ありがとうございます。